RW は早起きで。って、白夜城の護衛兵がもうパトロールしてんのか。早く逃げろ。よう、ナビゲーター、朝のランニングか。実は俺様は RW で最速の男だから、あんたが車に乗ってても追いつけるぞ。腹ペコだぜ。今晩はまたサンドワームじゃねえよな。敵襲。今晩は当直じゃなかった。人気投票かよ。俺様に勝てるやつがいると思うか。なんだって、この俺様がビリ。その通り。いずれこの俺様がサメ山を倒して RW のトップになるんだよ。あ、対戦成績今のところ0勝728敗3引き分けだ。お掃除チャンピオンの座を手に入れるために俺様は全てのワゴンをピカピカにしたんだよ。なのに嘘だったなんて。まあそれでも嬉しかったけどな。172、173。俺様は今日暗記を173体やったぜ。お前は強くなるためには教養も必要だから OT に教わってたんだけど、1週間でもう卒業だって言われた。もしかして俺様って天才だったりして。失敗？そんなのもう慣れてるし気にしねえ。挑戦と突破、熱血と根性、どんな困難にぶつかっても乗り越えていく、これがヘールの生き様だぜ。今日からあんたは俺様の兄弟だ。仲良くやろうぜ。安心しな、あんたのことはちゃんと守ってやるから。いいか、よく聞けよ。男の人生において最も重要なのはタービン、スニーカー、プロテインパウダーのこの3つだ。なーに、しけたつらしてんだよ。お前はよく頑張ってるよ。明日の嵐や地震の心配なんざ明日すりゃいいんだから、今この時を熱く過ごせばいいのさ。そうだよ、俺様は高所恐怖症だから。別に高所恐怖症だからって。あ、そう、虫もちょっと苦手で。新しいスプレー塗料を調達したぜ。蛍光色だぞ。これでワゴンを塗装できるな。本物の男は砂漠で寝るべき。でも被るのは毛布で砂じゃないぞ。ああ、退屈だ。退屈すぎて体がなまっちまうぜ。まずは準備運動でもしとくか。えっし、あんた見る目あるじゃねえか。そうさ、俺様が RW で最も頼りになる男だ。爆速の炎、劇場の嵐、タービンの中に生まれし京都、ペール参上。よろしくな。このプロフィール、俺様のために OT が書いてくれたんだ。いい感じだぜ。次はもっとフルパワーでいくぜ。力がみなぎってきた。フルスロットルで全速前進。急げ急げ、今だ。ぶっ飛ばしてやるぜ。全てを解き放て、消え失せろ。フルスロットル発足チェンジ。俺様が隊長、まあ当然だな。今日も俺様は強かったぜ。クソ、ありえねえ、再戦だ。白夜極光、来るんじゃねえ。あ、しまった、エンストだ。なんかまずいぞ。 RW は副官であるこの俺様の指揮の下で勢力を増している。って、おい、サメ山には言うんじゃねえぞ。白夜城に出入りしているキャラバンは旨味たっぷりの極上のカモだぜ。毎日出会いたいもんだ。暗記と白夜城を倒せ。 RW 万歳。暗記？大して強くもないな。あんな奴ら秒殺だぜ。え？ジョナ？くそ、悪夢が蘇ってきやがった。レジーナとの関係が悪くなったのは、俺様がタービンの男こそが最高の音楽だ
と言ってからだな。強くなれ、男ならもっと強くなるんだ。貧弱な体に筋肉をつけろ。白夜城の護衛兵、銀髪で背が185センチで、俺様よりイケメンな奴は嫌いだ。あいつもかなりでかいな。まるで俺様用にオーダーメイドしたみたいだ。あいつはあんたのか。俺様にくれないか。俺様にプレゼント。これはあんたが俺様に。お、これもいいな。感動したぜ。過去について話せって言われても、昔のことなんて何も覚えてねえな。 RW の人間には過去も未来もねえ。あるのは今だけだ。誤解なのか、それともこの事態を説明できる何か理由があるのか知らねえが、そんな言い訳を聞いたところで俺様の心は癒されねえ。なら力で解決したっていいだろ。広大な原野を仲間たちと風を受けながら車で駆け抜けているとわかるんだよ。俺様はこれからも RW に入ったことを絶対に後悔しねえだろうってな。